レムリアはイギリスの動物学者フィリップス・スクレーターが1874年に提唱したインド洋に存在したとされる仮想の大陸。また、オカルト系の書物において同一名称の大陸が登場するが、上記の動物学の仮説とは全くの別物である。人類を十二人種とし、レムリアからどのように拡散したかを推定した19世紀の ズアフリカのマダガスカル島にはキツネザルが生息しており、この仲間は世界中でここからしか知られていない。しかし化石種がインドから発見されており、また近縁の原塩類はこの島を挟んでアフリカ中部と東南アジアのマレー半島、インドネシアにのみ生息する。このようにインド洋を隔てた両地域には近縁な生物が見られる。これを説明するために、 スクレーターは5000万年以上前のインド用に、インドの南部、マダガスカル島、マレー半島が合わさった大陸が存在したのではないかと考え、キツネザルにちなみ、レムリア大陸と名付けた。また、ドイツの動物学者、エルンスト・ヘッケルは、次著自然創造史で、レムリア大陸こそ人類発祥の地であると主張した。その他にも一部の地質学者が、 インド洋沿岸地域の地層の構造が酷似していることから似たような説を唱えている。しかし、インド洋を含め、太陽によって隔てられた地域間の生物症の類似については、1912年の気象学者アルフレート・ベーゲナーの大陸移動説によっても説明がなされた。当初はレムリア大陸説をはじめとする立教説が優勢だったが、1950年代より、 大陸移動説が優勢となった。1968年にプレートテクトニクス理論の完成により大陸移動説の裏付けが確実なものとなり、レムリア大陸説は否定された。レムリア大陸説は、新地学協会創設者の一人、ブラバツキー夫人によって1888年に刊行された著書、シークレットドクトリンにおいて登場した。レムリアは大陸であり、 大陸が存在した位置は、インド洋ではなく、太平洋にあると発表し、神秘学者たちの間では、高い支持を得た。レムリア大陸は、災害時には、太平洋をまたがって、赤道を半周する、現在のユーラシア大陸と同位の面積があったが、およそ7万5千年という長い年月にわたる、地殻変動により、大半が減少し、最後には、日本の東方に、 オーストラリア程度の大陸が2つ残り、やがて完全に沈没したと説かれた。当然ながら太平洋に存在したと説く以上は、動物学上の疑問点を解決する学説として、かつて提唱されたレムリア大陸とは全く関係ないことになる。沈没期の最後に残った2つの大陸のことを、ムー大陸とレムリア大陸とに分ける神秘学者や卑怯学者もいるが、 最初の巨大大陸時をムー大陸と呼ぶ者も,もいる。ジェームズ・チャーチ・ワードは、ムー大陸の起源をレムリア大陸であるとした。どちらの大陸も同一の霊的背景にあることは、多くのアカシックリーディングによる書物で説かれ、文明の周期にはラムーが指導者に当たっていたことが説かれている。アメリカ合衆国の著作家、バーバラ・ウォーカーは、伝説上の大陸名のレムリアとは、 本来は、レムレスの世界、すなわち、亡霊の世界のことを意味していた、と辞書で述べている。現在においては、オカルト及びニューエイジ界に幅広く影響を与えている。ニューエイジオレリアルイーズ・ジョーンズ女子著のレムリアとシャスタの地下都市にあると言われている地下都市テロスとのつながりを書いた2007年に、日本語版のレムリアの真実、シャスタさんの地下都市テロスからのメッセージ、 レムリアの英知、シャスタさんの地下都市テロスからのメッセージ、新しいレムリア、シャスタさんの地下都市テロスからのメッセージがある。シャスタがニューエイジでは有名な場所のため、この地とレムリアとの関係を書いた本がニューエイジ界に影響を与えた可能性は否定できないだろう。アトランティス大陸説のように、プラトンの著作に代表されるような文献は、レムリア大陸及び、 文明説では存在しない。しかし、それが逆に、舞台設定の自由度を高め、創作物の舞台に設定されることがある。例えば、ロバート・ E ・ハワードや、リン・カーターは、古代レムリアを舞台とした作品を描いた。また、ラブクラフトの、クトゥルーシンにおいてもしばしば言及される。ありがとうございます。